こんにちは、柴戸です。今日はですね、先ほどお聞きいただいたダイスの引いてみたで使用したエフェクトをご紹介させていただきます。まず RP5、デジテックの RP5、マルチエフェクターですね。95年くらいからヒデさんが使用していたマルチエフェクターになります。そしてこちら、Palmerの PDI-09 ですね。スピーカーシミュレーターになります。ヒデさんが使用していたのは05ですね。PDI-05 になります。そしてオーディオインターフェース、ヤマハの AG03 という風な、結構シンプルな感じでやっております。で、セッティング、こちらですね。ギターが右側に刺さって、これシルバーのアウトからキャビシミュレーターに来て、ここからオーディオインターフェースに行くと。いう風な感じのシンプル設定になっております。はい、では RP5 中身見ていきましょう。結構ね古いマルチエフェクターなので割とですね設定の仕方とかは難しいです。今回使用したのはこのピカピカがついている4種類のエフェクトを使用しております。コンプ、ディストーション、サイレンサー、イコライザー。サイレンサーはですね、ノイズリダクションですね。はい、このエディットを押すことによって中身が見れるようになります。で、縦軸、横軸に分かれていて、モニターはこれしかないんでね、ちょっと慣れるまでに難しいんですけれど、横軸がエフェクトの種類ですね。コンプだったりとか、ワウだったり、モジュレーションだったり、リレーだったり、このキャビネットのスピーカーキャビネットですね、シミュレーターも入っております。で、縦軸がエフェクトの設定、各エフェクトの設定で書いてある文字、タイプっていうのですね、タイプを選びます。コンプだけでもですね、結構入ってますね。8種類入ってますね。ここでオンオフをしていくと。で、横を押すとディストーション、グランジュとオーバードライブですね、GRU と ODR と、これも無理くり英語表記しているような感じなんですけれども、この2種類しか入ってなくて、でしかも設定もゲインしかないんです。あとレベルのみですね。11がマックスです。今回は歪みマックスにしてグランジを使用しております。ヒデさんもサイエンス55の頃はグランジを使用しておりました。で、隣サイレンサー。これはノイズリダクションですね。ピッキングのニュアンスと、あとサスティーンに影響がないくらいの、軽めの設定にしているという感じで、一番下、これレベルっていうのはですね、マスターボリュームになります。いや、マスターボリュームがないなと思ってね、探してたんですけれども、まさか、ここに隠れてました。で、隣が EQ ですね。EQ は今回直感的な感じで、設定してるというふうなところで、特にこだわりはなかったですね。ディストーションというか、グランジの方がですね、ゲインしかつまみがないので、基本的には音色、こっちで、この EQ で全て作っていくというふうな感じになります。で、隣がスピーカーキャビネットですね。25年前のスピーカーキャビネットは、ちょっと使い勝手が良くないかなと。10種類入ってますが、僕の好みには合わなかったなというところで使ってないです。で、隣がワウ。ワウはですね、この RP5 はペダルがないので、外付けのペダルが必要になってきます。ワウも種類が結構入ってますね。7種類。で、隣がモジュレーション。今回は使用してないですが、普段はフェイザーを設定しております。で、ディレイですね。デジテックのディレイは、非常にいいですよ。非常に使いやすくて分かりやすいという感じで、タイムが2つ、1と2があって、フィードバックというシンプル構造ですね。で種類も7種類入ってていろいろ選べます。今回はまあノーマル系な感じの1番にしております。でディレイはですねソロの時今回使用してます。で隣のリバーブもソロの時使用してます。これもちょっと嫌味じゃないような感じにしてます。でお隣パルマーの PDI-09 ですね。こちらもシンプルなスイッチ2種類のみというところで、どちらも3ウェイですね。右側これはシミュレーター、キャビネットシミュレーターの種類を選べます。ブライト、ノーマル、メローと、まあ、出力がねメローにすると極端に下がっちゃうので、まあ、今回ブライトにしております。こちらもそうですね、0デシベルじゃないとちょっと音が小さすぎるなっていうところで、まあ、基本常にこの設定で使用しているような感じですね。ちなみにヒデさんが使用していたのはパルマーの PDI-05 になります。といったこの3つ、まあ、エフェクト自体は2つでオーディオインターフェースのみで今回音を取っております。どういう感じの音になったかっていうのをこの後聞いていただきます。